JR 五日市駅広電五日市駅北口としても、機能する広電五日市駅は、広島県広島市西区朝日園にある、広島電鉄宮島線の駅である。駅番号は、M28。隣接して、西日本旅客鉄道産業本線の五日市駅があり、両駅は自由通路にて結ばれ乗り換えの便が、図られている。 当駅は1924年4月、宮島線の草津町駅から廿日市町駅までの区間が開通した際、その中間駅の一つとして開設された。駅の南に、海老山があったことから当初は、海老浜駅と命名される予定だったが変更され、五日市町駅として開業している。駅名は1931年に、電車五日市駅に改められた。 国鉄の五日市駅と区別するために、広田五日市駅と称するようになったのは1961年からのことである。もともと当駅は200メートルほど西に離れた、宮島線の踏切の西側にあり、五日市駅とは隣接していなかった。両駅が併設されるようになったのは1987年のことであり、五日市駅の駅舎建て替えに合わせて、 当駅が東に250メートル移設、互いの駅が通路によって連絡するようになった。なお、広電一海一駅が移設されることにより、駅間距離が長くなった隣の楽楽園駅との間には、同日新たに、埼玉区役所前駅が新設されている。上りホームから、広田宮、島口方向を望む2面2線の地上駅。線路の南側に、広田宮、 島口駅方面へ向かう下りホーム、北側に広田西広島駅方面へ向かう上りホームがあり、このうち下りホームに定期券売場がある。下りホームの広田宮島口寄りには、かつて宮島線で運行されていた鉄道車両専用の高床ホームが残されている。五日市駅との間を結ぶ通路は、湖泉橋として駅をまたぐ。 上りホーム側では2019年4月にエレベーターが設置されたことに伴い停止位置が変更された。平日の朝ラッシュ時には広電西広島方面乗り場に夕方ラッシュ時には広電宮島口方面乗り場に係員が配置され運転士、車掌とともに運賃収受を行うため該当のホームでは進行方向左側すべての扉から降車。 可能である。埼玉区役所前よりに渡り線があり、広電西広島方面からの折り返し運転が可能となっている。2003年のダイヤ改正までは、早朝に当駅折り返し電車があったが、現在は定期の折り返し列車は存在しない。以下の情報は、広島市統計所に基づいたデータである。1日平均乗車人員データは、 年度ごとの乗車総数を365で割った値を小数点2位を丸めて小数点1位の値にしたものである。広島電鉄のデータは1000で丸めて提供されているので、1年ごとではプラスマイナス500の誤差があり、1日あたりでは1.4人程度の誤差が発生する。 1987年の移設に際して南口の広場が整備され駅前にバスが乗り入れられるようになった。また駅から国道2号をまたぐ歩道橋も新設されている。ありがとうございます。